ちょっと怪しいんですけども、そんな彼に立ちはだかるのはね、鉄壁の城塞、無敵要塞ね、ザイガスですよね。どうですかどうですか、何がどうだよって感じまああまりにも手堅いプレイのこの桐原さんコメントではね、ちょっとあくびが多いみたいな指摘がありましたけど、むしろすごいっすよね、こう試合外でこうオフにして試合になるとスイッチを入れるみたいな切り替えの鋭さっていうのがちょっと面白くないですか。試合になるともう多分まばたき一つしないぐらい集中してるんじゃないですかね彼は。ん？どうなの？さあ見ていきましょう、ヨッシージョーカー VS 桐原ロゼッタ&チコ。アルセーヌが出るまではチコシュート1回分の、チコロゼッタの間合いをやり過ごすのがジョーカー的にはちょっと難しそうですね。ジョーカーは持ち前の機動力で差し返し等はかなりやりやすいんですが、差し込みとなるとなかなか難しいところがあるので、序盤はこのように桐原の牙城強すぎ、上スマッシュホールドができてるが、すかし投げ、チコが暴れてく上、なんだか懐かしい光景を見ているような気がしますが、空母で復帰阻止からジャンプ使って復帰、だがチコの持続、来い来い来い、真下から帰るタイミングが、小ジャンプのタイミングをずらしましたね。上スマッシュは潜り込んでる、姿勢がいい、ジャックで挟み込む、これ痛そうに見えるけどそんなに食らってない命が消えたらね、そんなに食らってないっていうのもね、嘘になりましたね。 G ストック取っている桐原、被ダメージわずか 33%。 なぜかアルセーヌが出ているジョーカーがずっと崖外にいましたけど、これはどういうことですか。空母で暴れてダウンの読み合い、それはチコだぞ、反撃の投げ、空前で場外出して、うまく仕留めてよなんだなんだこの男は、どうすればいいんだ。硬すぎる硬すぎる、やっとの思いで当たったエイハも攻め立てようとする、手段にはならずチコに阻まれる、下から帰ってくる、このアルセーヌ空母でなんとかチコを倒した。このまま1ストックもぎ取りたいが、復帰阻止、深めに行くと見てからジャンプで復帰してくる、うまいですね。空下で暴れたんですが、その前の外からかなり判定の強く、判定の大きいアルセーヌの空上で撃墜しました。ちゃんとね、こう空前を匂わせつつ、その後両対応のような形で勝っていきました。お見事。ただしアルセーヌでもぎ取れたのは1ストックがやっと絶対読むじゃん反逆ガード。あ、ここに来て反逆ガード、吉井選手としてもこのストックでアルセーヌ3回ルートを取らないとおそらく巻き返せないという判断でしょう。反逆ガードを見られていてもやるしかないということで、アルセーヌを引きずり出しはしましたが、この崖はチコがいなくなった、回避をして上がるもののダッシュ攻撃、ダッシュに突き刺していく、エイガオンの邪魔をする、時間を存分に使ってもういなくなっちゃった。空母で場外出して、ここで復帰として倒したい、下ガンだが完璧復帰ルート、下から潜り込んで姿勢もバッチリ、スタッシュマッシュが当たらないように頭が出ない、ジャンプ反逆ガードはその択はあまりにも強気すぎないか。ゲージを稼いでいきたい、よし着地を通す、クエヌ当ててチコと切り離していたんですが戻ってくる、 B ボタンを一瞬押して戻すがジャンプ上がりが読めてる、クエ落としから下スマッシュ、まだあるの、反逆でゲージ取りたいけどジャンプが見えてるんですねこの男にはね。なんですかねなんですかねこれは、我々は何を見せられてるんでしょうか。アルセーヌジョーカーが生き生きしてる姿がね1ミリも見られなかったんですけども、はい、ここをどう修正していけばいいのか私からは皆目見当もつきません。吉井さんどうですか。
ステージは村町、場外に追い出した後崖上の展開でもジョーカー側が撃墜を狙えるようなステージにはなりますね。さらに天井も高いので、まあ、ロゼット&チコのメイン撃墜手段になるのかな。一応ガーキャンウェスマッシュ等が撃墜が遠のくステージではあります。崖上展開、空母でとりあえずチコを追い払っていく。さあこの隙に攻め立てたいが今度は弱置き引いて回避でライン回復、エイゴンは見えてる。シールドから着地の読み合い、回避を通して下投げからジャンプ読み食う前、チコが帰ってくる。ダッシュ攻撃を抜けてチコになぜかジャッシュシールド取って、この復帰阻止で仕留めたい。クーエネ持続、チコを撃墜するもテトラカン下から復帰を余儀なくされて苦しい展開。陽光鏡で場外出してエイハで追い払っていく。今のガキの攻防かなり渋くて熱いですね。クーエネ急降下、思い切りのいい着地を通すが回避につかみを置いていた。なんとかダッシュつかみの後すきには上スマッシュは間に合わなかった。クーエ落としを狙っていくがなかなか捕まってくれない桐原、撃墜技にだけはなんとしても当たらないような立ち回り。つかみをお互いかわしてかわして復帰阻止展開、素晴らしい。チコの暴れをかわして復帰阻止を狙いに行くが、まさかの桐原選手崖上復帰選択。怖すぎるこのチコシュート、1回分の間合い、目を離せばチコが前に来る。この展開上スマッシュで撃墜、崖もすぐさま捕まる。桐原の強さを支えているのはこの復帰、あまりにも復帰が完璧すぎる。捉えどころのない復帰、ロゼッタの復帰はそんなに強力というわけでもないんですが完璧に返ってくる。下スマッシュで回避も読んでる。チコシュートから弱弱上級を狙っていく、回避は許しません。弱で固める、エイガオンで撃墜を狙いたいがまさかの一緒に飛んでる。とりあえずチコを横強で撃墜。さあここから何か撃墜技を当てていきたいんですが、空前今度はおテトラカン素晴らしい。空下で台上に戻ってくる相手に対してリスクをつけた桐原選手にさらにカウンターでリスクをつけに行きました。攻めのカウンターですね。下からワイヤーで帰ってきてラインも入れ替える、これはかなり惜しいぞ。チコも撃墜、しかしダッシュ攻撃、相手のダッシュが見えていて復帰阻止を決めるのは桐原。自分の復帰は盤石、相手の復帰は崩しに行くと。非常に恐ろしいプレイヤーですが、これは空前空前、場外出して着地を借りたいが空下で暴れてる。空後は外見つかみから上スマッシュ確定コンボ、弱回避されたのを見て引いてる。うわー助けて、どうすればいいのこれ。本当にクーヌ裏側に着地したの見て横強復帰阻止、ドワーなんじゃこら。いや